て、はい、美味しい食べ物がいっぱいあるじゃないですか、はい、それをちょっとお家に手に入れる方法とかってあったりするんですかね。本来は築地、まあ、来ていただいてお買い物が、まあ、もちろん一番おすすめですし、一番楽しいと思います。まあ、ただ今コロナ禍でなかなか、まあ、外出難しいのであれば、築地の公式ホームページ の通販サイトで築地お取り寄せ市場っていうのがありますので、外出しなくてもお家で築地の味が楽しめますので、そちらぜひご覧になってください。簡単に買えるんですか？全然簡単です、はいはい、まあ、パソコンでもスマホでもお手軽に注文が可能です。だいぶ今種類豊富になってきましたので、まあ、水産、マグロなんかもちろんですね、肉や、まあ、野菜、加工品もだいぶ種類豊富になってきましたので、日常のお買い物から、まあ、ちょっと豪華なホームパーティーのようなものまでいろいろ揃うと思いますので、通販は通販で店頭に実はあまり並んでないものも、うん、ミールキットですとか、実は店頭ではなかなか出せない特売もやっていたりしますので、まめに見ていただくと意外に結構面白いのがあります。市場は、まあ、一般の方のイメージする通販と別に仕入れ用としてですね、商品も、まあ、ご家庭っていうよりはもう飲食店さん向けの商品もありますので、そちらもおすすめです。なるほど。次回は何を、まあ、なんとこの度通販で半値市をやります。半値市、毎年築地春祭りとして半値市をやってまして、まあ、今年コロナ禍でなかなか店頭での特売が、まあ、密になるっていうのが難しいので、まあ、通販でネットで、まあ、半値市をさせていただいて、築地の味をご家庭で楽しんでいただければと思います。その商品を紹介するみたいなことですか？その商品をまだ店に行ってなくて、はいはい、今から交渉に行きたいと思います。これあれですよね、半額にできる商品出してくださいっていう交渉だから、なかなかですよね、お店にとっては結構なかなか通常の実は店頭の半値市でも結構なかなかなんですけど、通販ですと、まあ、その商品しか買えないので、店頭ですとまだついで買いあるんですけど、まあ、通販あんまりついで買い期待できないんで、特に今正直経営状態もなかなか厳しい中での半値市なんで、結構今喋りながらドキドキしてます。じゃあちょっと心意気を見せてもらうお願いをするってことですね。ね、ちょっとまあ怒られたらカメラ止めようかなって。分かりました。はい。狙ってるのは。半年以上やることになりました。ありがとうございます。おっと、いやそちらはちょっとダメ。半年で利益が出るわけないじゃん。なんで半年にして利益が出んの。出るわけないでしょうよ。